続きなんだけど、お祭りさえ行くと魚もいるような気もするし、釣れた魚がこっちの竿を巻き上げなかったからこっちに来て絡んでしまった可能性があります。ちょっと船員さんにあげてもらいます。ミーパードワイって言ってるから魚いるって言ってますね。あ、今のタイ語ですね。さあ上がってくるか。画面がちょっと暗いかもしれないけどご了承ください。プロのカメラマンでないので。画面が揺れるのもご了承ください。それこそ船に酔ってしまうから船酔い止めの薬を飲んでからこの動画をご覧ください。最初に言っときゃよかったな。これ相当重そうだな。でも絡んでることは明らかなんですよ。向こうが巻くとこっちが軽くなって、向こうが下げるとこっちが重くなったから間違いない。それが1回2回じゃなかったから。レウレウって言ってますね。レウレウというのはすでにという意味なんですけど、もうすぐはいはい、あ、おおおおお、でかいでかい、おおでかいというか、まあアンダーマンではこれは普通サイズ。あ、おお、こっちでもほら、やっと動画らしい動画が撮れました。パーライカップパッカオパッカ、あ、ガッパオ、うん、これ美味しいんですね、すごい。まあ見るからにうまそうですよね。グラッパオ、おお、向こうはどうなったの？あ、こっちはこれですね。あー、もう食べーガオデンって言ったのか。向こうはガオデンだね。あの赤いやつが、デンっていうのは赤い有名だから。今もつれたあれを、この大きさ分かりますかね、どれぐらい大きいか分かるでしょうね。私の足と比べてみると、私の足が16万半だったかな。ジャイアントババナンなんでとっても大きいですね。私の足の3倍サイズ、25センチだとしても3倍だと75センチ。まあ1メーターはないのは明らかだけど、30センチとか40センチじゃないのも明らかですね。だからまあこれは75センチぐらいありますね。片やこちらサイズ的にはちょっと小さい、か今の比べるに比べると小さいけど、やっぱおでんです。とりあえずここまで。